これはまさにその愛が描かれている作品になるわけですよね。そこで、まあ、公開を初日を迎えてみての今一番愛を送りたい人、そして一番愛を送りたい愛の言葉、一番送りたい愛の言葉、これをキャストの皆さんに聞いてみようと思います。では女性陣の野波さんからいきたいと思います。はい、私仕事なんですけれども、今ちょうど妊娠をしているので、いっぱい愛してあげるから、こう健康に生まれてきてねというのが一番私は今愛の言葉ですかね。はい、楽しみに楽しみにしてます。ありがとうございます。